鍋島重義、鍋島重義は、江戸時代後期の武士。悲前国佐賀藩士。竹尾鍋島し九代当主。二十八代佐賀藩実治領竹尾領主。佐賀藩の受け役、藩務を総理する、失政職として、藩の財政改革を担当するも、天保三年、1832年、財政的余裕がないとして、学府で全藩主。 鍋島成直の江戸出布を厳しく戒めたため、受け役を罷免され、竹尾寮に戻った後は、天保五年、1834年、日本の封建領主で最初に、高島秀藩に弟子入りして、西洋式法術や科学技術を極めるとともに、規定で十代藩主、最多氏直政に大きな影響を与え、幕末期の佐賀藩の高度な軍事力、 技術力開発の先駆けとなった。完成十二年、1800年、十七代竹雄領主、鍋島茂淳の子として誕生。文政五年、1822年11月、家督を未だ継がないまま、22歳で佐賀藩の受け役に就任。当時、佐賀藩の財政状況は、極めて厳しく、佐賀藩九代藩主、鍋島成直の蕎麦役。 有田健之丞が、寮内に例外なく、人頭税を課そうとしたが、重吉は、人頭税を課すことは、政治の要定にあらずと、反対し、同年12月、受け役就任1ヶ月にして、受け役を辞職する。文政6年、1823年8月、再び受け役に就任。文政7年、1824年、11大将軍。 徳川家成の娘森姫が成直の着し、埼忠氏に嫁ぐことが決まるが、佐賀藩の財政状況の厳しさから、重吉は江戸に上りその延期を請願した。しかし幕府に拒まれ、文政八年、1825年11月、江戸において、受け役として埼忠氏と森姫の婚議を司さどった。また、文政七年、1824年に江戸に上った際、 佐賀藩江戸藩邸の財政が、緑に流れているとして、江戸藩邸の責任者を弾劾し、その結果、加納鍋島岩見は、加納植面職、蕎麦役、有田県の城と、能富十右衛門は、佐賀に送り返され切腹を命じられた。文政九年、1826年3月、今議の大役を終えた茂吉は、佐賀に戻るが、その途中、 品川で成直の遊郷の場であった別邸を財政破綻の一員であるとして破却したため、成直の怒りを買い、受け役悲鳴の上、切腹を言い渡された。この時、市販のお義藩九代藩主、鍋島忠だ行と拓鍋島や、あと拓氏十代当主、拓茂清が成直に還元し、茂吉は切腹を免れた。文政十年、1827年1月、 三旅受け役に就任した。この年、成直の娘へっつい姫をめとり、重吉は最正氏の義兄となった。この頃、最正氏の四次教育に積極的に関わっており、重吉は最正氏の成長期に大きな影響を与えたと思われる。天保元年、1830年、成直が隠居して、最正が重大藩主となる。重吉は、 受け役として、埼玉市から、たびたび一件を求められ、財政改革に取り組んだ。また、天保三年、1832年8月には、父、しげるじゅんが隠居して28代竹尾領主となった。しかし、同年12月、前藩主、成直が江戸に上ることを希望したのに対し、莫大な経費を要する江戸への出布を、犯罪性逼迫の折に行うべきではないと、 還元して、成のの怒りにに、触れ、れれ日間を、を命ぜらるる。と受さこのように、重吉は佐賀藩の財政危機に際し、藩主脳の贅沢を止めさせることで対応しようとしたが、その方法が過激であったために、結局反省改革を全うすることができず、三度目の受け役辞任の後は反省に関わらないまま、武雄に戻る。天保十年。 1839年に7歳の着死亡症に竹尾領主の地位を譲り隠居した。文久2年、1863年、死去。受け役を罷免される前の天保2年、1831年、重吉は、雨天でも使用できるヒューチーシジーをオランダから輸入している。さらに、オランダ人を招いて、軍事協連を実施したと伝えられており、 武尾領内の軍政を、オランダ式に改めている。そして、天保三年、1832年、家臣の平山敦久左衛門を、長崎町年寄りの高島周藩に入門させて、西洋式法術を学ばせ、天保五年、1834年、重吉自身も周藩に入門し、翌年免許改伝を受けている。このように、茂吉は、幕府にら山大官、 江川英流などが着目する前から、高島周藩と深い交流を持っており、天保六年、1835年には周藩が日本で初めて鋳造した西洋式大砲「聖堂製モルチール砲」が儀に献上されている。この聖堂製モルチール砲は、周藩の名やオランダ歴、西暦の1835年に初めて日本で鋳造された胸のオランダ語が刻まれた貴重な、 ものであり、かつては、竹尾市図書館、歴史資料館に展示されていた。そして、この頃には、竹尾寮でも、西洋式大砲の鋳造や死者が行われており、茂吉は我が国の封建領主の中で最も早く、西洋の軍事技術の導入に成功した人物と位置づけられる。この竹尾漁の軍事技術に、佐賀藩が注目したのは、それから5年後の天保11年、 1840年に、埼玉氏が、武雄兵の軍事演習を支援した時であり、佐賀藩は、老中、水野忠邦が、西洋式法術に興味を示しているのを敏感に、察知して、天保13年、1842年、武雄領の平山敦しさえものを法術稽古及び、大砲駐造のために取り立てている。なお、天保12年、1841年には、 江川栄龍が竹雄を訪れ、軍事協連及び大砲中蔵を見学したと伝わっている。しかし江戸町奉行、鳥居王蔵の残言により、同年末に高島周藩が捕獲されると、翌年に平山敦志左衛門のが武雄領内で処刑されるなど、一時佐賀藩内や武雄領内で高島職が払拭される動きが現れる。そうした中でも、茂吉は、 佐賀藩の数つかた、法術研究所で、たびたび相談ごとを受け、諸藩に先駆けて、新型法、ペキサンス法の研究も行っており、オランダ通事と独自のパイプを持っていたシュゲルが、日本周辺への列強の出没に、危機感を覚え、さらに軍事研究を続けていたことが伺える。武雄には、現在も138冊の乱書コレクションや、地球儀や、天球儀、 測量器具や時計、薬品などの輸入物品が残されているが、これは、茂吉の時期に、オランダから購入されたものである。それに加えて、武雄では、天保年間、塚崎城、武雄領主の館、源武雄高校で、理化学実験用シリンダーなどのガラス製品や、乱引き、蒸留装置や乳鉢、乳房などの時期が製造されている。茂吉やその家臣は、 これらの実験器具を用いて理化学実験を行っており、特に火薬や大館の研究を行っていたと言われる。佐賀藩では嘉永4年1851年に清連法理化学研究所を設け、本格的に理化学研究に取り組むが、このような竹尾亮の研究結果は、その際大いに参考にされたものと思われる。また嘉永7年、 1854年に、茂吉は、蔡正氏から、清連法における、蒸気船建造の責任者に任命されるが、これも茂吉がすでに蒸気機関についての知識を有していた現れと考えられる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。